今日はまず質問を答えていこうと思います、はい、身だしなみについて、まあ、身だしなみの基準とかどういうふうにやっていったのかとかそういうことの質問と、あとは従業員さん女性ばっかでこうなんか抵抗がなかったのかとか、不安やそういう不満とかいろいろあると思うんですけど、そういうものなかったのかってことと、最後は女性の経営者についてどう思うかとか、アドバイスができたらとか、実際自分がやってきたことですよね。あのやってきたことを赤裸々じゃないんですけども正直に言っていって、皆さんも何か気づきに得られたらいいなと思っていきたいと思いますけど、はい、OK です。 OK です。じゃあいきじゃあ最初の身だしなみの、はい、まあ、基準というかことっていうんですけども、まず像を作ったんですね。像、イメージする、商品が例えば人材サービス、商品ってあると何でもリンゴとか、化粧品とか、うちは人がサービスでやってる会社ですから、女性っていうのが現場に行ってお仕事をして司会をしたりとか、接客サービスをするっていうんですね。その時にまずはそれが商品だとするんだったら、リンゴだったらパッケージをどうするかとか、名前をどうするかとか、見た目とか、まあ、実際味わってみた味とか、スタッフの場合はまずはこの商品のパッケージないですから、現場行ったらここどうするかから考えたんですね。でこれいつも話しているように、最初はどういうものをうまくいってるとか成功してる人の真似をしなさいって言ったんで、私が勉強したものは正直言って、まず JAL とか ANA さんとかっていうキャビンアテンダント、それとあとはパーティーコンパニオン、ホテルで何かこう接客サービスをするパーティーコンパニオンさんっていうのを真似したんですよ。で当然分かんないですよね、ウェブサイトない時代ですから、どういうふうにやってるのか雑誌見たり、実際 見なきゃいけないですから、旅行行くときに見たりだとか、パーティーコンパニオンさんどういう仕事で現場見に行かなきゃ分かんない、あと働いてる人に聞かなきゃいけない、実際目でまず見に行ったっていうのはあります。それでどうやって真似したかっていうと、まずはパーティーコンパニオンさんとかキャビンアテンダントさんのまず髪型、ヘアスタイルからお化粧の仕方、それから立ち方とか話し方とか、身だしなみで制服どういうの着ているかとか、機能性もあると思うんですね。機能性も必要な上でどういうものがあるかっていうのをまずよく勉強したっていうことですね。でまず葬儀業界はじゃあ実際どうなのかっていうところだと思うんですよ、はい、葬儀業界は黒とか紺とかいろんなちょっとダークめの服装着てお仕事している女性たちがいましたと。でスカーフは当然してないです、してないと。あってちょっとリボンタイとかですね、まあ基本は白いワイシャツにジャケットを着て、でパンツ、長いパンツ、スーツかスカートかっていう形だったんですよ。そういうの普通ですね。インパクトないなと思ったんで、まずねシュネスはまたちょっと違うんですけども、いろんなの取り入れたんですけど、パーティーコンバージョンさんに当時働いてた方に聞いたらどうなってるかっていうと、まずヘアスタイルはシニオンっていってこう結んでね、髪の毛一本も出しちゃいけないっていうふうにやっていると。あとは、お化粧に関してもすごく細かな基準があると。で驚いたのがヒールがまあ最低でも6センチ以上だって習ったんですよ。でなんでなのって、やっぱり立ち振る舞い歩き方とか身長を合わせたりだとかいろんな理由があったみたいなんですけども、そういう意味でやってると。でやっぱり続いてる会社って、そのパーティーコンパニーを聞いたらもう大手2社ですから、私が調べたの。ロングスカートとかっていうのも今ビンクではやってると思うんですけど、お別れの会とか無臭競争っていう時にロングスカートで優雅にこう働く姿みたいなのをイメージしてやってるんですけど、それも全部パーティーコンパニオンさんのパクリですね。ザ・パクリ社長みたいな、同じ格好ですもんね。うん、それやったってことですね。だから真似なんですよね。で真似だけじゃもちろん当然薄っぺらいものになってしまうんですけど、しっかりと勉強しました。例えばどういうことかっていうと、シュアデスさんがうちで一番最初に特徴的だったスカーフだったんです。これ大変でした。だって葬儀業界ゼロですからね、スカーフを埋めてる会社ゼロですからね。最初ちょっとまたビビりで石橋叩いちゃって、ちょっとスカーフじゃなくて初めリボンみたいなのから始めたんですね。なんとなく見たこともないようなリボンとかで、ちょっと経営ちょっとね怖かったんですよ。
で、まあスカーフにしました。で、どんな色にしようかなスカーフっていう時に、やっぱなるべくこうダークなグレーとか黒とかそっち側でまあ選んだわけです。それでも十分華やかなんですけど、それでここにチーフっていうのをね、ポケットにやり取りしたんです。で、まずはそのチーフの意味を調べて、スカーフの意味、なぜ、キャビンアテンダントさんはスカーフをしているのか、まあいつでもそれが救命用具にも使えるし、実は使えるんですね、チーフにしても。そういう意味での意味もあると。そういう深みのあるものが大事で、自分たちがプライドを持ってつけるためには薄っぺらいものじゃなくて、やっぱりなんでそれをやってるのかなっていうのを分かった上でやらないと、やっぱりお客様も、あ、素敵な格好だなとか、なんであんなのしてるんだい、どうなの葬儀でって思うと。だからそこに信念が固まってくるんで、今日まで続けられたっていうのがあるんです。だって反対されますか、葬儀ではやめてほしいって言われるんです。当然それは想定の範囲内だったんで、はい、誰もやってないんです。誰もやってないことをやるときって、まあ、それなりの覚悟と、まあ、いろいろなこと言われながらも、自分たちはそれを信じてやっていくんだと、広めるためにやっていく、ある種戦略の中の戦術の一つだと思ってやりましたと。だから身だしなみっていうのは、うちも本当に創業してからずっと毎日、今日もこれからもずっとやっていくんですよ。マニュアル化、仕組み化ですよね。誰が入っても、商品もそうですね、どんなものを買っても一定した安定した味があるとか、安定した商品が、前回頼んだものと違ければ返品されちゃいますよね、商品だと。やっぱりちゃんとマニュアル化して、入った方がそれ見るだけで完成するようなものにしていかなければ、時間がもったいない。他の会社よりもうちは継続してやってるんで、そこのインパクトってすごい強かったと思いますね。潜在的なものなんですけどね。なんかビンコを頼めば良さそう、素敵とかっていう風にイメージですよね。それが作れたっていうのはすごく大事。エステ頼むのに、エステシャンは理想の人じゃなければ嫌じゃないですか。やっぱりいいサービスして、やっぱりいい葬儀やろうという中で、やっぱりサービスする人がきちんとした見た目とか身だしなみをちゃんとできないっていうのは、やっぱり苦労しますよね。他に特徴があればいいんですけど、例えば一人でやってる人、いくら身だしなみが悪くても、ものすごく愛嬌や愛想が良くて、コミュニケーションも上手で、もちろん技術、知識、スキルっていうのも高いと。身だしなみが悪くてもカバーできるものがあればさ、続く結果は続けばいいわけですから、商品が売れればいいわけですね。お客さん喜べばいいんですけども、一人やってるんだったらいいんですけども、広げていくためにやっぱりある程度のそういう一致したサービスの基準を保つものとして、まあ商品じゃない人っていうサービスにおいては、やっぱりある程度パッケージングされたものが必要になるって思ってますんで、まあやってるってことですよね。身だしなみについてのコツは以上です。他にもいっぱいあるんですけども、これはまた後々お話ししていきたいと思います。次、はい、女性のスタッフに抵抗はなかったか。一番思ったのは、やり始める起業するときに、今はもちろん抵抗なんてないです。やり始めるとき言われたのが、女性のスタッフやっていくのは難しいよってまず直接言われた、何名かに、うん、葬儀業界の方にまず何名か言われた。それから葬儀業界の外の方に、経営者さんとか仕事ができるなと思うような諸先輩方に言われたマイナスの意見がまずありました。大変だよ、女性でうまくいってる会社ってある？女性だけで。あ、そうかって思いました。プラス要因は、だからチャンスだと思いました。うまくいってないってことは理由がある。でもそれがうまくいった時はチャンスだなって、だから挑戦できたっていうプラスの考え方です。だから両方があるんですね。じゃあなぜ、何がマイナスなのかを意見を聞いたり自分によく考えれば答えが出てくると思うんですけども、これは心理学の部分も必要になってきますね。心理の部分、要はいつも言ってる嫌われないことっていつも言ってる、はい、男性の従業員さんもいる、まあ当社男性の従業員さんもいるんですが、男性の従業員さんが入った時に、女性がたくさんいる会社でのコツって何ですかって言われたら、あ、まず一つ目、嫌われないことだよ、嫌われたら地獄だよ、天国にあなた行きたいですか、地獄に行きたいですか、地獄だよ、内緒話で伝えてるんですね。男性の方だけ限定で、はい、全員一回は聞いてるはずです、うちの従業員さん。まあそういうことです。要するにマイナスとプラスがあるんです、はい、だから抵抗があるってことは
ビジネスチャンスになってまず思うことと、あとはなんで抵抗を感じるかっていうと、まず人って嫌われたくないんです。自分がよく思われたいんです。これが自然に出てくる欲なんですね。でも嫌われたくないし、気に入られてたい方が幸せだし楽しいじゃないですか。でもそれを薄っぺらく考えてしまうと失敗するんですね。嫌われたくないからこうしようっていうところが基準になってしまいますんで、じゃないですよね。事業ってそんな生優しいものじゃなくて、やっぱりどっちを優先順位で取るかっていうと、お客様に対していいサービスをしよう、良いお葬式をしていこう、お取引業者様にいいサービスをしていこう、自分たちが信じるものをきちんとやっていこうという中で嫌われないようにやっていこうっていうのは大切ですけども、スタッフが間違えてることやってるのに嫌われないでしょっていうのはやっぱ本末転倒になっちゃうんで、そういうものがビビっていると抵抗を感じちゃうんですよ。まあ、そこの葛藤ですよね。私の場合は苦労したっていうか葛藤でしたね。どうやったら嫌われないようにできるかなっていう部分と、でも信じたものをやっていく、これも大事です。人が知らないことを私が知ってることもあって、私が知らないことも人が知ってることっていうのは生きていく上でたくさんあると思うんです。で、じゃあ何を私が知っていることかっていうと、ビジネスノウハウです。成功するのは私の方がたくさん知っている、いるだろうな、真似をすることはできるだろうなっていうことですね。で、その真似をすることがもちろん 100% 正しいとは思えないっていう意見あるんですけども、私はただ単にそれをバカですから信じただけ経営者バカですから、まだ経営者として1年生ですから、というかやる前ですから、はい、勉強したの生まれる前ですから、勉強した方が早いじゃないですか。お金も時間もかかんないし、だから勉強してた。今は違いますよ。その中で成功している人たちの真似をする部分と、時代の流れとともに変化してしまった細かな成功するノウハウっていうものがあるんで、今の成功した情報と20年前の成功した時のノウハウを、ミックスして、それから普遍的に変わらない本質的な哲学だとかを成功したものに取り入れていく。昔に成功したすごく有名な人の哲学だとか、それと技術的なノウハウ的な部分の成功した本を読んだり、情報をインターネットから集めたりするっていう最新のものですね。よりクリエイティブに、より変化して、より分かりやすくなって情報を得るっていうことのやり方を今は知ってますけど、昔は昔でそれをやってたんでしょうね。だから抵抗があると思うんであるならば、自信をつけるっていうのが答えです。自信をつけるために何をするかっていったら、情報を集めてピンチをチャンスに変えるために、自分がさまざまな成功したを学べばうまくいくと思いますし、次の質問につながると思うんですけども、はい、ちょっと次の質問いっちゃっていいですかはい、お願いします。これね、女性の経営者、例えばよくあると思うんです。じゃあ実際何をやるか、すごい簡単なことが言ってます、はい、経営者になりたい方じゃなくて、その仕事ができるようになる方って